はい皆さんこんにちは歴戦二講師の森山です本試験まであと1週間と迫ってきましたまあ、いよいよ出陣えこんな感じがしております で皆さんの中にはまあ不安な気持ちだとかああいうことをしておけばよかったなっていう後悔の気持ちえこれがあると思いますでまず、えー、不安な気持ちえこれあって当然です受かろうとすればするほどやっぱり不安になります合格可能性があるからこそ不安になるわけですね、えー、合格可能性がなければ不安になんて思いませんだからこれはもう受かろうという誠実な気持ちがあるんだというふうに認めてあげればいいのかなというふうに思いますそれから、えー、あれもやればよかったああいうふうな後悔の気持ちもあると思いますが やはり合格者の方でもやろうと思っていたことが全て終わって合格できるわけではありませんやっぱり人間っていうのは受かろうという気持ちがあればあるほどあれもやろうこれもやろうというふうに思うわけですよねだからやり残しがあるというのは当然のことだというふうに思ってくださいそれでも皆さん合格してますでさらにこの不安な気持ちだとかあれもやっておけばよかったなって思うってことは あとと週間待っていいいければいいのかなと思います今はあと1週間しかないわけですから今そういうことを言っても仕方がないですもう1週間で終わってしまうわけですから今はとりあえず合格に向けてできることあるいは合格に向けた気持ちそういうものをですね中心に構成していっていただきたいというふうに思います。もう 今しか勉強はできない今しか合格のためのことはできないわけですから試験が終わってから考えればいいことは試験が終わってから考えればいいとりあえず今は集中しましょうということですねであとはちょっと現実的なアドバイスを少しさせていただければと思いますがまず、えー、本試験 直前え前日に持ち物をチェックは必ずやってください試験当日にドタバタしてしまいますとその気持ちを本試験まで持ち込んでしまいますし忘れ物もしてしまう可能性がありますから必ず持ち物のチェックは前日までにで前々日なんかにもちょっとイメージをしておくといいと思います。鉛筆はちゃんとと何本も入れましたかとか、えーまあ 理論上はですね炭素に反応しますからシャーペンでもいいんだけれどもやっぱりルール上鉛筆と書いてありますから、えー、こういう鉛筆ですよね鉛筆での方がいいと思います。もちろん今までで模擬テストでシャーペンなん などでやってきた方はあシャーペンでやってもいいですけれども厳密なこう試験監督に当たるとシャーペンじゃないかと言われることもあるんですよ、えー、実際そういうのを聞いたことがありますだから、えー、炭素に反応するということはあこれはもうシャーペンでも回答、えー、の機械はオッケーですが現場で鉛筆を持ってないとそういう時に対応できませんから必ず鉛筆は持つそれから消しゴムも3個以上、えー、持つよ持つといいと思いますで、えーえー、消しゴムが転がっていってしまった時にあすいません、えー、消しゴム落として しまいましたとかいう時間がもったいないのと、えー、ちょっとちょっと試験員どこにいるかなとかいうふうに探すのとかそういうのもいろいろ気を使ってしまいますから、もう落ちたら無視ですよ。次の消しゴムに行けるように消しゴムを複数持っていくということも重要になります。あとは。 羽織るものですね当日寒いケースもあります特に今年去年もそうですけれどもコロナ禍で換気をしたりだとか閉めてエアコンを強くしたりだとかエアコンの当たる場所によってはすごい寒いよと、えー、いうこともありますね開けたままエアコン効かせますから ムラが生じますですから脱着できるもの特にこう頭を通さなくてもすっと着られるような羽織る系ですね、えー、こういうものを持つといいかなと思います。特に半袖と寒いケースがありますから半袖の上に長袖を羽織って脱ぎ着ができるようにしていくということが必要かと思います。あとはは受験票は必ず持つ で試験当日は受験票忘れてしまっても帰らないことが重要ですが前日に関してはちゃんと受験票を入れて、えー、持つようにしていくということが重要になります。試験験当日受験票忘れてしまったら取り 帰る時間がなければ帰らないでください、遅刻は絶対受けられませんが受験票当日なくっても申告すればどうにかなりますから、えー、今からこうスマホにですね受験票の番号は写真撮ってメモしておくなどをすれば当日どうにかなりますので、えー、受験票に関して当日忘れてしまっても取り返らないその意味では当日お金も持っていくといいです。お金,お金があれば コンビニでどうにかなることが多いです鉛筆忘れてしまっても買えますよ消しゴム忘れてしまっても買えますですからそういうものについても、えー、お金、えー、これはですね必ず、えー、多めに持つようにしてくださいあとは試験当日ですで試験当日に関しては ちょっと慎重になりすぎる方がいますから今までの力を発揮するってことが重要ですので模擬テストのように解くっていうのは使い古された言葉ではありますが本当に大事なことで模擬テストと同じようににつままりりりあんまり慎重にななすぎないでうん今までの模擬テストであれば「えー、あ」と「い」と「うで」で答えが出たから次いきますってことをやっていたとしても当日「えっ」と「をも見ましょうみたいな感じでかなり慎重になっちゃって。 当日だけ時間が足りなくなくっったって方も結構多いですですから普段と同じように解くあまり慎重になりすぎないあとは試験当日思い立って普段の解き方を変えない普段ん卓越からやってるのに何か期日からやった方がいいよとか直前になんか SNS とかで知ったからといってよしじゃあ当日は期日からやろうとか急に思ったとしてもうまくいきません。今までちゃんと練習してきたものそれを やるることによって力発揮でできるわけですねいきなり新しい作戦というのはぶつけ本番になりますからこれは絶対やってはいけないですだから普段と同じように解いてくださいあまりこう力を入れすぎないということが重要になります。あと1週間でです今までの え総復習とかここはやろうということあと1週間あれば結構できますだから苦手な分野を中心にしっかり勉強して力を出し切っていただければと思いますただあまり無理はしすぎないでください今から徹夜をえもう5日やればすごい勉強時間取れるぞっていうことになってしまうと当日やっぱり力が発揮できませんだから体調管理も重要ですから今から無理をしすぎないでむしろ 例えば専業受験生の方であれば今までの勉強時間よりちょっと少なめで脳の蓄積疲労をためないだとかこんな形で少し体調の管理あるいはその脳の疲れの管理などもしていただければいいのかなと思います。ここで一生懸命勉強した疲れが脳体に溜ままっていすですからちょっとそこはですねリラックスする時間なんかも作って無理をしすぎないってことが重要だと思います。特にこの前日などは 徹夜で勉強しようとか絶対思わないでくださいね。えー、前日はやっぱり横になって眠るってことが重要です。寝付けないのは当然です。本試験、特にこの緊張状態の中で、もう人生かけた試験ですから眠れないというのは当然のことだと思います。ですから横になって休むというだけでもかなり疲れは休まるはずなんです。脳の疲れも休まるというふうに聞きます。ですから横になって休むということをですねぜひしてください。遅くまで無理をしないってことが重要です。 あとは健康管理です。特に今コロナ禍ですからあまり出歩いちゃって、えー、感染してしまう当日熱が出てしまうと言って受けられないということになるとこれは合格はなくなってしまいますからなるべく人混みに行かないとか、まあ、仕事の関係でなかなか無理なこともあるかもしれませんけれども、えー、気をつけられるところはぜひ気をつけていただいて試験当日力が発揮できるようにしていただければと思います。 でここまで頑張ってきた皆さんもう少しです、もう少しの勝負です、本試験どんだけ点数取れるかで決まりますからここからが勝負だというふうに思ってください、当日、今まで出す、えー、身につけた力をしっかり出せるかどうか、あそこに、えー、これからはです、ね、集中をしていただければと思いい。まます。それででは最後まで頑張っててください応援しています。